枕草子は平安時代半ば、今から1000年以上も前に書かれた我が国初の随筆です。作者の清少納言は一条天皇の妃定子に仕え、その宮廷暮らしの中で見聞きしたことや考えたことなどを形にとらわれずに簡潔な文体で書き残しました。宮廷の才女と謳われ、研ぎ澄まされた鋭い感性の持ち主であった彼女が見た宮中での日常とは一体どんな様子だったのでしょうか。それでは早速本文を読んでいきましょう。